皆さんこんにちは。前橋の定例会見をこれから始めさせていただきます。最初は私たちがゲストとして迎えているサウスーダンの選手団への大変大きなプレゼントが届きました。ランドリーアウトという形で株式会社オクラボが提供する、洗濯物の宅配洗濯システムを選手団へプレゼントされることとなりました。今日はジョセフコーチあるいは、オクラボ社からも来ていただいておりますけれども、まず詳細は、オクラボ社からどのような趣旨でそしてどのようなサービスをご提供いただいたのかのお話をまず報告させていただきます。その後贈呈式がありますか。はい、ではオクラボ社からありがとうございます。皆さんこんにちは。株式会社オクラボの長松と申します。この度はですね、我々のランドリーアウトというサービスですね、選手団の皆さんに、提供させていただくということで、もともとですね、市長とはですね、まちづくりっていうところだったりとか、この市長前橋市が取り組まれているアーバンデザインだったりとか、そういうお話を聞いてですね、ぜひ、オクラボとしてもですね、ランドリーのサービスをここで、まちづくりの一環として我々自社で展開できたらという思いから、市長とお話をさせていただくことがございまして、で、そこでですね、いろんな、前橋市の取り組み、さまざま取り組まれている中で、南スーダンの選手を、受け入れられているというところを、ちょうどザスパックサスさんの試合を見に行った時にですね、スタジアムで知りましてですね、で、そこで、来ていただいている選手の、洗濯物はどうしてるんだろうというところから、いろいろお話聞いてると、やっぱり洗濯ってなかなか日本に、来られてですね、日本の洗濯機っていうところで使い方も分かりにくいというところもあって、そういう、お困りだっていう話を聞いて、我々として、提供できるんじゃないかということで、今回提供させていただくことになりました。で、我々はですね、東京、中心にはあるんですけども、関東全域で、今現在52店舗の店舗を展開しておりまして、コインランドリーって言われるサービスだったりとか、あと我々のこの洗濯代行というサービス、そういったところを、展開させておりいただいておりまして、もともと私もですね、群馬県にですね、5年ほど住んでたことがございましてですね、そういうところからもですね、ぜひちょっと群馬を、前橋を盛り上げていきたいという思いから、今回このような件に至りました。で、我々のサービスなんですけども、このようなですね、ランドリーバッグが、ございまして、こちらに洗濯物を、入れていただいて、でですね、入れていただいて、ホテルの方に我々の、集会員が集会に伺いまして、で、洗濯自体はですね、今、想定しているのは我々の直営店がある、東京の方の店舗で洗濯をさせていただきまして、で、それを、お店で洗濯したものを、洗って乾燥して畳んでお返しするということを想定しておりまして、で、定期的に、週2回ですね、ホテルの方に、選手の方々が泊まられているホテルの方に、集荷に参りまして、で、週2回お届けすると。で、選手、5人の選手の方がいらっしゃいますので、このバッグの中にですね、洗濯ネットございましてですね、この洗濯ネットの中にこういうネットですね、にそれぞれ洗濯物を入れていただきまして、で、ここにお名前を書いていただくことで、それぞれ洗濯して、お返しするということを想定しております。はい、以上です。はい、では贈呈式をオクラボ社から、はい、じゃあオクラThank you.
出せます。はい、ご自重せよ。No necessary wash if it is not at all。まあ、実はサウスーダンの選手団が入国以来、さまざまな方々から善意が届いてきております、宿舎を廉価に お借りいただく方々、あるいはユニフォーム、そして正式なトレーニングウェア、あるいはシューズ、そして、最近では前橋のお肉屋さんが、グマミートさんか。お肉をいっぱい食べるんだろうということなのですけれども、実はまだ電子レンジで、日本の調理器具で作れるほどに慣れておりませんので、とりあえずハムということであります。まあ、他にもいくつもたくさん来ております。まあ、今日はその中で陸上のトレーニングをまさにボランティアで行っております、前橋市陸上連盟の会長でもあります吉野コーチ、そしてJICA の支援委員会の佐藤代表、そして、他にも見えておりますか、お二人も見えておりますので、ジョセフさん、あるいは吉野コーチ、そして佐藤委員長、支援委員会会長などに近況の何か質問があればと思っておりますので、この時間で質問をお受けするんでよろしいですか。はい、それではお二人どうでしょうか。お出かけいただいて。真面目に吉野さん、真面目に練習してますか、ジョセフさんたちは。真面目にですか。はい、じゃあ、しゃべっていいですか。どうぞ。はい、前橋陸上協会の会長ではありません、理事長です。吉野と申します。よろしくお願いします。隣にジョセフヘッドコーチおられますけれども、私が、一応コーチ団のヘッドということで、ジョセフもヘッドで、グラウンドではボスボスという、お互いにボスで取ってます。ボスHow are you? He's my boss. やはり年代が近いということで、一番親しみ安いんですかね。選手は28歳のマイケルはちょっと片腕が不自由なもんですから、パラの方に参加予定、それからアブラハムは20歳で、1500m で参加予定ですね。それから女子がルシア、女子一人で、18歳、年頃ということで、いろいろ心配したんですけども、元気にやっております。100メートルと200メートル、それとアクーンが一番若い17歳ですかね、日本でいうと高校2年生、彼が400メートルと400ハードルに出場予定で、今のところアブラハムの1500メートルは1500メートルのグループで、中距離グループで、私と伊藤コーチが面倒見て、面倒見てるちょっと失礼ですけど、一緒に指導しながらやっております。で、残りの3名の選手は、小渕瑞希という22歳大学での東海大出てですね、トリヘアスリートクラブに入ってるんですけども、彼も来年の東京オリンピックを目指しているということで、その南スーダン選手とですね、自分もオリンピックに行くというつもりでやりなさいということで、結構飛ばしてます。飛ばしてますっていうのは、練習がハードで、その小渕君を中心にですね、あと山岸という同じトリヘアスリートクラブの、彼は40過ぎましたけどもね、中堅どこが主導しております。で、ちょうど1ヶ月経ったんですけれども、大体私の範囲ではそれぞれの力っていうかな、もちろんいいところ
方多いんですけれどもね、まあ、体が硬いとか全体にね、体が硬い、こういう足首とかそういう関節が硬いとか ありますけれども、本当に宝物ですよね。宝物をお預かりしていると、まあ、宝石の原石というようなことを初日に言ったんですけれども、まあ、本当に宝石のような逸材です。で、まあ、身体能力ももちろんですけれどもね、一番感心しているのはやはりオリンピック選手だという自覚、意欲、こういうものを日に日に感じるようになってきて、非常にその意欲のレベルが高い、ということを非常に感じておりますので、まあ、我々指導する方もやりがいがあるなと、まあ、そこのところが一番宝物かな。やはり観光で来ているのではないということですね。自分たちがオリンピックに出て活躍する、でまたあるいは母国へ帰ってですね、それを広めて、まあ、少しでも平和のために役立てようというような気持ちを感じられるので、大変私も毎日楽しみに練習に臨んでおります。まあ、ここのところマスコミの取材が大変多くて、もう本当にテレビカメラが回ってない日がないぐらいで、いろんな放送局が来てるんですけども、まあ、そういう、まあ、そのマスコミの方々も本当に逆にこの南スーダンのこの練習の、ね、力になってるなということで、まあ、ありがたく思っておりますので、まあ、今後ともよろしくお願いしたいと思います。まあ、ご支援ご協力、差し入れは OK ですので、昨日も私の教え子が差し入れ持ってきましたけども、まあ、まあ、そういう場面を非常に喜んでおります。何かご質問があれば、市長さんには大変ありがとうございます。First of all, I want to thank the mayor of my party. I want to thank the members of the Mombasa city. I want to thank the people of Japan. I want to thank, in particular, the people of Mombasa. I'm very grateful. I want to say, ladies and gentlemen, up today, 28 days here, I'm very happy. I'm quite very happy. Since the day I came here, the mayor with me, the media of Japan with me, the media of my embassy with me, up to today, up to now, with my standing here. I'm actually very pleased with people of Japan. First of all, I want to say, what brought me here, it is Japan, is the one brought me here. It is JICA, is the one brought me here. It is relationship between South Sudan and Japan. So this is a very successful thing for me. And then Japan is not new for us. Japan is the first and the most country supporting South Sudan. Not in sport only, peace process, building, sport, and other many things. So, I don't have any more to say. I want to say, my staying in Japan now, it is very quiet, okay. I'm green. I'm sleeping well.
I'm eating well. I'm moving well. I mean, the place of training is well. All everything is okay. So the most important what I can say, this is my coach. I'm a coach. He's a coach. But he's now the boss of me in the field because he wants to pick me up. Not me who is present. He wants to pick South Sudan up for Tokyo Olympic game. So, yeah, audience, I want to give a pleasure to the mayor for what many things he's now done for us here in my base. Thank you for laundry out service, which now I receive. I want to say, Japan, God will help them. All the citizens of Japan, God will help them. And then, exactly, the mayor of embassy, God give him the strength so that to do more for embassy, city, and for the team of athletic South Sudan Tokyo Olympic game. Thank you. Thank you. まあ大体のことは感謝がいっぱい並んでて、あのブラボーに俺じゃあジェル短くて、あ短くショートで。はい、言ってることは大体日本人のみんなに前橋市長に前橋市民に本当にありがたき幸せです。JICA にも、ありがたいですし、国に立っているコチさんにもありがたいです。日本と特に前橋市と前橋の市民いろんな団体が南スーダンを支えてくれて本当にありがとうございます。あとはこれからもよろしくお願いします。それではあの何か質問がありますか、リオコーチに。はい、あじゃあ、 あの幹事社の方からあの質問させていただきます。東京新聞の市川と言います。まあ、今あのジョセフコーチからお話がありましたけれども、この1ヶ月ですね、練習環境の面、これはあのどういうふうにあの考えているかというのが1点と、それから選手たち の、 あの今の練習の様子についてもあのご感想を聞きたいなというふうに思います。Actually, for the first day, we start to make training. It was very hard for us. It was very hard for the players because Japan is very cold enough. And we are there in South Sudan. Sudan is very hot, 37 degrees, very hot actually. But now we are okay. We usually now use it and we are okay now. And the training is going okay. The boss here, I know him very well. He's a good coach. There are four coach. But they are all good. They are divided in two coaches for Abraham
the player of 1,500 meters. And two of them for Abraham Abdal Akon and Lucia and Maciek, Michael Maciek, Mia Mitri, Lucia Mia Mitri, Akon or Mia Mitri Harold. And I look, I see their training is okay. They are going all right. と通訳させていただきます。最初の訓練日はとてもきつかったんですけど、日本はやっぱり南スーダンよりすごく寒くてちょっと、まあ、びっくりしました。でも今のところは、まあ、大丈夫です。で訓練の要素は、みんなはうまくいってると思っています。であとは選手たち、まあ、1人付きにコーチが2人いて、で訓練は速やかに進めております。はい、いいですか。じゃあ続けますので、そしたら、管理者からさらに、選択代行サービスのちょっと概要について一緒にお伺いしたいです。はい、改めまして東京新聞の市川と言います。ですね、先ほど、まあ、ご説明があったんですけれども、はい、このオクラホさん自体のですね、はいはい、先ほどちょっとホームページを見ましたら、2016年というかなりこう新しい、はい、企業さんなのかなというふうに思っておりまして、はいはい、その設立のから、まあ、今までの経緯ですとか、はい、あるいはその 業態というんですかね、はい、そういったちょっとまず会社のことも教えていただければと思います。はい、もともとですね、私先ほど群馬で、まあ、働いてたって申し上げたんですけども、群馬にですね、今はパナソニックなんですけど、三洋電機っていう会社があってですね、そこが、まあ、洗濯機を、まあ、作ってる会社だったんですけども、まあ、そこでもともと私洗濯機の開発をずっとやっておりまして、コインランドリー、特にコインランドリーとクイーリング屋さんで使われてるような、まあ、業務用の洗濯機だったんですけども、まあ、そこで機械の開発者をやってたんですけども、そこからまあ、このコインランドリーの、まあ、イメージってもともと銭湯の横で昔この家に洗濯機とかお風呂がないような方が使うというのが最初の始まり、ビジネスの始まりだったんですけども、まあ、今は結構機械も大型化してですね、家で洗えない布団が洗えたりとか、まあ、一般の方も使われるようなサービスになったんですけども、まだまだやっぱりそうですね、利用される、まあ、率が低くてですね、で、まあ、機械はもともと開発してたんですけど、どうやったらこれがもっと、まあ、機械としてはすごくいい機械なのに、どうやったらもっと広められるかっていうところがずっと課題として思ってたんですけども、まあ、そうなった時、まあ、洗濯機 の, そのコインランドリーの機器ってやっぱりお店があって、まあ、成り立つものなの でそう見た時に、やっぱこのお店自体がなかなかこう自分で見てもですね、見て回ってもこう自分で使いたくなるようなお店っていうのがなかったので、なのでもともとは開発をしてたんですけど、そこからもっとこうこのいい洗濯機を広めるためにということで、サービスを提供する側に回ったというのが、3年半前の設立した時です。なので、そうですね、もともとはそういう会社にいましたので、この業界自体はもう15年ほど携わっておりまして、で、まあ、その、まあ、業界をもっと正直クリーニングの業界とかもすごく盛り下がってきているというか、まあ、ピーク時よりもだいぶ規模が小さくなってきているという中で、この業界をもう一度盛り上げていくことが、まあ、さらには洗濯ってどこの家でも発生するもので、で日本はやっぱり海外と違ってなかなかこう洗濯を外に出すっていうのが、まあ、クリーニングは出してると思うんですけど、こういう一般の洗濯、我々洗濯代行のサービスってこの普通のタオルだったりとか肌着とかも出していただくんですけども、まあ、そういう洗濯ってどんな方でも大概家に済まされてると思うんですけど、まあ、そういったところの、ただ洗濯って結構ファミリーの方とかですと量が多くて大変だったり、例えば高齢の方だったり、我々のサービスって若い方だけじゃなくて高齢の方も使っていただくんですけども、結構洗濯の歩数作業って結構大変なんで、まあ、そういったところの、
どちらかというとその洗濯機をこう我々とこうシェアしていただいて、あの、まあ、家で洗濯するのもまあいいとは思うんですけども、ではなくてよりこう時間を有効活用するとか省力化するというところで、まあ、そのサービスを広げていきたいというところで、あの始めたのがこのサービスでございます。はい、はい、ありがとうございます。そうすると、はい、現状で、はい、このいわゆる配達までその乾燥、はい、洗濯と乾燥と配達までという業務に関しては、はい、これは群馬県でやるっていうのは、はい、今回そうすると初めてになる、ね、そうですね。もともと我々宅配業者さんと提携して全国でサービスは展開しておりますので、もちろん群馬の方からもサービスを賜ることはあるんですけども、そうすると全国で、サービスは、まあ、現状でも、展開はしていると、そうですね、いうことなんですね、はい、なるほどなるほど。そうすると今回その集めた、はい、洗濯物あるいは、はい、今度出来上がったものを届けるというのは、はい、これまた別 の, その配送会社っていう、そうですね、いうことになるんですかね。そうですね、配送自体はお願いしている状況です。今回まあ、服だけじゃなくて選手 の, スニーカーとかもあれですね、靴とかも洗わせていただきますので、まあ、そういったものもまとめて運ばせていただくというイメージです。はい、はい、それでは幹事社からは以上でございます。田代さん、何か質問があればお願いします。産経新聞の橋爪と申します。いつもお世話になっております。南スーダンの選手団についてちょっと伺いたいんですけれども、先ほど市長さんからはお肉屋さんからお肉はいっぱい届いてるとか嬉しいサポートがあると思うんですけれども、選手に対する栄養面とか健康面についてのサポートはどうなっているのだろうかということとですね、あとちょっと私が取材を不足で申し訳ないんですけど、選手のですね年齢は今伺ってるんですけれども、誕生日ですか、もし差し支えなければ各選手の誕生日まで教えていただくと助かるんですけれども。まず栄養面は、はい、スポーツ科の桑原です。まず栄養面ですが、当初選手たちが自炊は日本の料理だけではなくて、自分たちで調理をした方が母国と同じような食料を食べた方がいいということで、賄いができるキッチン、ミニキッチンのついた宿泊施設を用意したんですが、今ちょっとまだまだ自炊をできる環境にないということで、ちょっと外食が中心になっています。で今ちょっとまだ来日したばかりで、お昼それから夕ご飯は、彼らの宿舎の近く等で済ませてるんですが、今後ちょっと私の市の栄養担当部署とですね相談しながら、食は非常に大事ですので、これから食についていろいろ彼らにアドバイスをしていきたいというふうに思っています。今の現在は彼らが自分の体を考えて食べたいものを外食で食べているという状況でございます。それは申し訳ない、生年月日につきましてはちょっと個人情報になりますので控えさせていただければと思っています。よろしくお願いします。すみません、オクラボさんにちょっとお尋ねしたいんですけども、すみません、こちらは、先ほどおっしゃられてたように、群馬から、はい、渋谷区かもしくはこの小金井の店舗に洗濯物を持っていって、はい、こちらまでまた戻すということなんですね。はい、群馬県内に店舗はないんですか？はい、今はまだなくてですね。ただ今我々、まあ立ち上げて3年経ったんですけども、これからですね、まあ、前橋の方にもまあ作っていきたいというところで、もともとそういう構想がございまして、なのでまあちょっと先行して配送サービスは始めさせていただくんですけども、まあ、近いうちに前橋にも店舗を出店したいと考えております。分かりました。ちなみにザスパーの試合を見に行った時に市長とお会いしたということなんですけど、すいません、これいつ頃のお話でしょうか？そうですね、10月頃の試合ですね。はい、すみません、県に5年ほど県内で働いてらしたということなんですが、これは、何市にお住まいだったんですか？群馬県の大良郡になります。大良郡、大良郡まで、はい、わ、はい、かりました。太田市の南に、
もともとその、まあ、洗濯のサービス自体はそうですね、まあ、我々の先ほど申し上げたように高齢の方とかも使われてですね、地域で、まあ、我々のお店今関東にしかないんですけれども、ビジネスとしては全然郊外でも成り立つモデルっていうのは、私もともとそのメーカーにいたので、まあ、いろんな全国のお店お手伝いさせていただいたり分かってるんですけども、まあ、そういったところを、まあ、こういう前橋で、まあ、展開するっていうのは、まあ、地域の方々にも喜んでいただけると思いますし、まあ、今後どういった形かっていうのはこれからなんですけども、この地域の社会貢献というかそういったところにも取り組んでいけたらなと考えております。もう1点だけ、はい、関東全域に52店舗ありまして、はい、サービスは例えば、はい、さすがに北海道とか沖縄からは助けてらっしゃらない。52店舗の中に2店舗、はい、北海道にもございまして、北海道もやってますし九州まで展開はしております。北海道から九州まで配送サービス自体はですね、はい、ありがとうございます。はい、はい、他各社さんはありますでしょうか。そうです、まだあれいらっしゃって回答者してしまう、はい、引き続き長松社長にお伺いできればと思いますが、こちらの、そうですよね、他のその、地方の、にキャンプを設けられているご臨時予定の選手団にこのサービスは提供されておられますですか、ね、今のところまだはい、そういうお話も、まあ、一部いただいたりはしてるんですけど、正式に決まっているものはまだございません、はい、今後はじゃあ可能性としてはあるということですか、ね、はい、あると思います、はい、分かりました。で、これは期間としては、まあ、五輪が終わるまで続けられるということですね、はい、どれぐらいの量を見込んでおられるみたいなのがありますかね。今回の洗濯量、まあ、週に2回、はい、はい、配送させていただきますので、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、あと洗濯サービスを受け取る側になる、まあ、これは、吉野さんでも構わないんですが、ヘルシオコアでも構わないんですけども、あ、ジョセフコーチでも構わないんですが、今回サービス受けることになっての感想みたいなところを一言ちょっと伺えればありがたいんですけども。一言私の方から今ホテルは、洗濯機も最初社長さんからお話ししました洗濯機もついているんですが、彼らにいろいろ覚えていただいて洗濯はしていただいているんですけども、残念ながら外に干せないという状況になっておりまして、部屋干しなので厚手のものが乾きにくくなっておりました、そんなところこのサービスですね、ご提供いただけるとか非常に私どもありがたく思っておりまして、選手たちがこれでトレーニング集中できる環境をまた一つ整えていただいたなと、大変ありがたいサービスだと思っております。そうですか。クラブ社は元産業パナソニック の、 その白物家電のエンジニアの方がですね、そういう意味では立派な選択してくださると思っております。今日はスーダンの支援委員会の佐藤代表も来ております。現時点で本市におけるクラウドファンディングがおよそ560万円、そして T シャツの販売の方は、まあ、佐藤さんの方の事業でございますので、どうでしょうか。はい、南スーダンの応援 T シャツなんですけれども、11月の1日から販売をさせていただき、皆様のご協力により、現在1500枚ぐらいの販売をしております。また、この販売し購入いただいている地域というのも、まあ、群馬県内の方々も多く購入いただいているんですけれども、遠くは奈良県からご依頼があったりですとか、東京都内からあったりですとか、また、まあ、JICA関係で海外から南スーダンの、に関わっていた方、また南スーダンの現地の事務所の署員も購入していただいているという状況になっております。まあ、こういった T シャツを通じて多くの方の支援が広がり、支援の輪が広がっていければなというふうに思っております。あと販売店なんですけども、以前お話しさせていただいたところから少しまた変更があって、前橋物産振興協会のベント前橋さんは引き続き、そしてファームドゥーさんでお取り扱いいただいております。吉岡店、前橋店、前橋南店、スマーク伊勢崎店でお取り扱いいただいております。
また、現在カインズ様にもお話をさせていただいて、お取り扱いいただくことは承諾を得ておられます。まだ店舗については進めているという状況で、また決まり次第ご案内させていただければというふうに思っています。よろしくお願いします。まあ、後で一括質問で進めます、お願いしたいと思います。それでは案件につきましては、おおむね以上で終了いたしますが、その他、手持ち案件としてご報告いたします。まず前橋テルサで行っておりますハニープロジェクト、こちらの方も今、順調に、蜂蜜の、販売が行われております。2つ目は前橋市議会と協力をしまして、子ども議会。市立前橋高校の学生の方々に質問者となっていただく子ども議会、これも記者会見以前に投げ込まれておると思います。また今回、横浜で起きました不正のハードディスクの販売でございますけれども、本紙も一部報道にはありましたけれども、実はその当該の会社に委託をしておりました。今日は情報政策担当来ておりますが、もし詳細が必要であればお答えをいたしますけれども、本市とするとすべてのハードディスクが非文化されているので、情報流出の可能性はないという判断に立っております。以上、私の方からの報告につきましては、これで終了いたしたいと思います。案件外等質問ございますか。先月末にちょうどシャトルバスの延伸事件が行われましたので、ぜひちょっと市長にコメントをいただければありがたいなと思うんですが、バス路線を見直したり回すとかによって、公共交通をメインにして、それに伴って期待される民間投資のガイドラインとしてもアーバンデザインが10月にちょうどできたというタイミングで、中心4月の活性化に向けての枠組みが、できたというか、手立てが整ってきたというタイミングだと思うんですけども、ちょうどポートランドを視察されてここまで3年かかっておりますので、これまでの感想とですね、今後の抱負といいますか、ちょうどタイミング的には来年2期に満期を迎えられるという形になったので、今後の市内の活性化という点においては、次期への決意みたいなところになるかもしれませんけれども、今後の抱負についても、ぜひ一緒に伺いたいと思います。まさにポートランド の視察から私の街づくりの新しいステージが始まったと考えております。ポートランドの街並み、そしてそれらを規定してきた長年にわたるポートランド市民のアーバンデザインへの約束とその遵守、その結果が街並みを作ったんだ。そして前橋もまさにアーバンデザインがスタートしたと。これから市民との約束であるこのアーバンデザインがこれから市民の中で守られ尊重されることによって、10年後20年後この前橋というのもまた統一的な美しい街並みの都市となるだろうと考えております。さあ、街はできる。その街を動かす血液としての公共交通、それがまさにこれからやってきて、今までやってきたマースによる人の外出支援だと思います。外出することは基本的人権の一つだろうと思っておりますので、この外出権を担保するマースをこれからも進めてまいりたいと思います。数年後、私自身は2年後を目標に、すべての外出困難な市民が自分の目的の場所に移動できうる社会をこの前橋で構築していく。それが今回経産省および国土交通省両省からスマートモビリティの都市として指定を受けた前橋の役割だろうと、私はそのように考えております。それを達成するためのまた新しい任期に挑戦する、それが今回の私の2月に向かっての思いです。以上でございます。それではよろしいでしょうか。他にございますか。よろしいでしょうか。はい。今回のシネマ前橋のお約束は相変わらずニューヨーク公立図書館でございます。ぜひお出かけをいただきたいと思います。またただいま の, 日本経済新聞社のご質問のとおり、5G の基本となる
NTT ドコモの地方創生セミナーがいよいよ今週末水曜日から、あ、来週水曜日から、はい、来週18日に市民文化会館で開かれることとなりました。もちろん私たちの町の出身である吉澤和弘 NTT ドコモ社長、そして山本一太群馬県知事、ほかたくさんの ICT、IoT の論客の方々が登壇する、そんな会でもあります。私も最終的に前橋が目指すスマートシティの形ということで、15分ほどのお時間でプレゼンテーションを行う予定でございます。いろんな形へのチャレンジが進んでいることに、心から市民のご協力に感謝を申し上げての会見といたします。ありがとうございました。以上をもちまして本日の定例記者会見を終了させていただきます。